はい、エルサちゃんの子育ての様子です。まあ、ちょっとまだ宮にね涙目なってて、花粉なんかな、花粉症かな、アレルギーそんなもある言ってたからね、こんな感じです。まあこれこの子もね昨日体重測定しようかな思ってんけどね、もしあれ無理居合があったらね、エルサママが一口放棄なりしたらダメかな思ってね、昨日はできなかったんけど、まあ、ブタコちゃんはねまだ信用してくれてるかなと思うような感じやけど、まあ、この子の場合まだ分からんからね、無理にとすんのもあれかな思ってね、まだね昨日もね舐めたったりしてるのをね嫁さん見てるからね、まあちゃんとね育児はしてるかなと。かわいいですね、毛長なのかなこの子たちは。もうこの時点で毛長いと思うけど、これこの子毛長なんちゃうかな、結構毛長い子やねこの子は、もうちっちゃいのにこれも分からへんね、毛長いんかな、うん、結構みんな毛長なんそうな子なんですね、まあ、またね広いところに移していくんでね、ここできたら下ができたらねこうコーナーの車もちょっとずつね出していくんでフリーにするんで、また広いところにね移動してもうたりとね変わっていってもらいます。これでね単管でねここ組んだら外には出れるからね、まあもうちょっとの辛抱かなね。よろしくじゃん、子育て中のエルサちゃん、まあ、誇りはせんねんけど ねここから持ってエルサちゃんもね、うん、頑張れよな、頑張れよエルサちゃん、もうちょっと待ちかな、またね体重測定もねまたしますんでね、はい。